こんにちは、空波です。はい、箱をね、2つ持っております。はい、そうですね、まあダブルの紋章はい、ダブルの紋章でございますはい、まあ1個はね、実は、これはね、トライアンフタイガースポーツ660の時、もうその年のはもらっていたので、翌年のをね、1つ、これいただきました。はい、つまり4月以降にね、買った人用の、はい、6出なしの紋章、ヤマハ RZ250 ヤマハオートセンター創立10周年記念、リミテッドエディションですね。すごいな、昔のレッドバロンはヤマハにオリジナルモデルを作らせるほどの力があったんですね。すごい。そしてこれがね、ホンダ CB1100R、 これ多分持ってるんですよこれ持ってるんだけど、もうねバックナンバーがねさすがにないので、今回はねちょっともうこれしかありませんということでいただいちゃいました。まだちょっとさすがに来年の予約はねもうちょっと忘れそうなんでね。はい、ということでね、今日はこのダブルの紋章ということでね、まあ一応見るもういいかなっていう気もするんですけどね。まあただせっかくいただいたんでね、六台なしの紋章見ていきましょうか。はい、はい、こちらが今年レッドバロンでねバイクを買うともらえる6出なしの紋章、ヤマハ RZ250、ヤマハオートセンター10周年リミテッドエディション。はい、すごくこうこれもかなりよくできてる感じがしますね、細部まで。非常にいい感じです。もうこれが最近のね、紋章で、ちょっとじゃあ過去の紋章と比べてみましょうか。これが35ですから、今回が41ですから6年前の紋章になるのかなこれ、っていうことはもう僕モトブログをやってバイク結構買ってますからね、当然もうこの紋章持ってると思うんですよ。はい、もうこのくらいの頃からもやっぱり結構細部にわたってこう作り込みが結構されてますね。すごいな。どうでしょうか皆さん、RZ250 と CB1100R、 はい、どんなもんでしょう。どちらもかっこいいですね。はい、ということで、今回はですね、紋章を2ついただきました。はい、まあ、なぜね紋章を2ついただいたかというと、まあ、皆さんもうご存知だとは思うんですけれども、空波ね、この夏に、ヤマハの XOSO、 はい、ヤマハのね同じく MT-03 に乗り換えましてね、はい、それをまあ、トレーサーという感じでねトレーサー化しましてね、で MT-03 トレーサーと、して、ちょっと今乗ってるわけです。はい、あ、自衛隊のヘリが来ましたね。はい、攻撃されそうですがはい、ということでね、今日乗ってきましたこちらのヤマハの MT-03、 はい、トレーサーでございますけどね、はい、ようやっと、まあ、全部の調整がね、済んだ状態だと思います。はい、もうこれから先ちょっとここを変えなきゃいけないとかここを調節しなきゃいけないっていうとかもうほぼない状態ですね。はい、ですのでようやくね、もう心置きなく乗れるような感じになりましたけども、まあそうですね、あの最終的にねトップケースは SH の44にしました。はい、45ではなくてね、はい、まあ、こっちの方がねちょっと四角いデザインの方がなんとなく自分的には黒い箱の方がいいかなというふうに、はい、思っております。はい、まあね、いろいろ本当あったね、本当にいろいろあった。まあ Amazon カスタムがメインなんで、いろいろとね本当にありましたね。返品した部品も本当多々ありましたし、まあ、最近までねこのハンドルライザーをつけたことによってね、まあいろいろハンドルの向きとかね、調節、細かい調整がいりましたね。でクラッチケーブルもちょっと変えないと届かなかったですし、まあね、時間かかりましたね自分で思ったよりは。はい、でもまあこうやってね、完成を見ましたんでね、今日はこの6出なしの紋章の動画にこぎつけたんですけれども、はい、そうですね、まあその今日はね、まあ6出
私の紋章の、まあ、動画はおまけとしてね、このいろいろねやっておりますこのカスタムについてね、はい、話をねしていけたらというふうに思います。はい、今回は本当にアマゾンカスタムでね、安く済みましたというか安く済ませました。はい、でもそれにしては、まあ、なかなかこうまとまってかっこよくできてるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあね、動画やっていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、はい、こちらのヤマハの MT-03 トレーサー、はい、ようやっとまあ最終的なまあ調整まで全部終了しまして、もう一応完成とね、いうことで、よろしいんじゃないかなというところまでやってきました。はい、まあ今回はですね、なるたけお金をかけないようにね、まあカスタムも自分でこうパーツをねアマゾンで買って、それで自分で取り付けていくというね、まあ、久しぶりですね。まあ、病気をしてからしばらくはちょっとしんどいんでね、まあ、カスタムなんかもレッドバロンさんにそのまま一緒にお願いしていたんですけれども、まあもう2年をね、過ぎましたので、ここら辺でまあまた1回ね、全部やってみようということで、今回やってるんですけれども、いやーやっぱりね、さすがだね、アマゾンパーツ、中華パーツ、恐るべし本当に恐るべしですね。はい、まあ、使えないパーツが計4点ぐらいあったかな。で、4点ぐらい返品をしました。まあただ、でもね、あのその他のものはなんとかなってるものが多いので、そうですね、こうやって今このようやくね完成を見ることが、できました。まあ中でもこの2660円のウィンドスクリーンは素晴らしい、まあクオリティですし、この2500円ほどのね、まあミラーもね、純正風のミラーですが、まあ、非常にクオリティ高いかなというふうに思います。はい、そして3666円だったかな、違ったかな、99円だったかなのこの、ナックルガード、まあ、これはクソでしたね、本当にMT-03 用ってこう刻印までされてるんですけどね、どこが MT-03、 多分ねこれね汎用パーツだと思います。汎用パーツに勝手に、その社名ごとにね、こう、なんかシールのようなものとか、まあ、もしくは印刷のようなものをこうしてるんだと思いますよ、これ。全然つかねえ、そのままではそんなものでしたし、やっぱりねエンジンガードは、まあそうですね、まあ、左右これ長さが違うんですよ、飛び出してるまあ、 左右のネジ位置の部分をきちっとこう計算しないのかもしれないですけど、まあただエンジンガードとしては役に立つので、まあ仕方がないと諦めましたけれども、まあただね、実際フルハンドルでハンドルをロック状態まで切るとね、本当にね、フォークのねこうカバーがあるんですけど、ダストカバー、プラスチックのダストカバーに、干渉するかしないかがほんと1ミリぐらい大丈夫かと思いながらつけてましたけどね、まあ今まで一度も干渉してないんで、まあ大丈夫でしょう。まあそんなところばっかりですし ね、さらにこの今先ほども紹介しましたけど、ハンドルのライザーですね、これも MT-03 用って書いてあって、 MT-03 って刻印まであるんですよ。でさも専用設計したかのようなものなんですが、これも汎用ですね、はい多分ね。まあなぜかというと、そのまあライザーを使うとね、まずクラッチケーブルが足りません。はい足りねえじゃねえかよっていうね。なのでここはもう仕方ない、ハリケーンのロングクラッチケーブルに変えました。はい、でまあそこはまあいいですよ。まあハンドルでハンドルを上げるっていうことは、まあそういうケーブルの長さが足りなくなるっていうことは、まあ想定済みです。はい、ですので、まあ、そこはいいとしましょう。でそこはいいとしてもね、まあハンドルをフルにこう左にねロックして切ると、このまあハンドルのスイッチボックスがですねタンクに当たるんですよ
その多分このタンクの形状で、このえぐれてるところに普通はね、こう普通のハンドル位置の高さだと入ると思うんですよね。だけどそれを上げてしまってるがゆえに、そのこのへこんでるところじゃないところに、スイッチボックスがね、多分当たってしまうと、いうことだと思うんです。はい。でまあそれを回避するためには、このハンドルをね、若干こう、こう角度を変える、こうまあくるっと回してね、角度を変えてあげることによって、回避することは、まあ、可能なんですけれども、今度回避するとこの辺のスイッチボックスとかの位置がおかしくなるじゃないですか、あんまり回しすぎるとね。でなんで、まあ、この辺のミラーとか あのクランプは、ミラーとレバーのクランプはなんとかなるんですけど、このスイッチボックスはあのヤマハの場合ね、ここにちょっと見えてるかもしれないですけど、上のハンドルのパイプの上の部分に穴が開いてて、そこにこのスイッチボックスが、あ、まあ、プラスチックの、まあ、樹脂が飛び出してて、そこでこうロックされてるんですよね。でなんでまあこれ、ちょっとそのままでやるのはちょっと難しいというか、まあ、ハンドルバーごとね、スイッチボックスも含めて変えないとちょっと、厳しいと。まあそんなものは専用パーツとは言わないんだよね、本来ね。ね、まあ結局ね、本当にね、コンマ本当1ミリ単位みたいな、ぐらいでこうハンドルをちょっとずつひねっては切りひねっては切りしてね、まあなんとかぶつからずに、そしてこう操作的にも、まあ違和感がない場所をね、見つけまして、そこで固定するんですが、固定するときにやっぱネジ締めてるときにそのコンマ1ミリ程度の、ズレでダメになっちゃうんで、締めてるときにズレるんだよね。もうイライラするね、俺もう。はい、しながらやって、まあ結局ね、今まあフルロック、左にフルロックしても、どうだろう、1ミリないし2ミリぐらいはあのこのホーンのボタンがね、タンクに当たるのをまあなんとか、まあガードできるというか、そのくらい隙間があります。でまあハンドルの操作的にもまあ、できるだけ、まあ元の位置に近い位置で、まあ若干傾いてますけれども、まあ操作には支障がないとであろうという場所をね、探せました。ね、本当にひどいね。その他にもね、全然こうつかないパーツはあったしね、ネジ穴の位置が全然違うパーツもあったしね、まあね、本当に適当だなっていう風にね、思いました。まあ相変わらずアマゾンパーツ。はい。このエンジンガードもね、その先ほどまあ左右の長さが違うっていうのもあったんですけど、そもそもボルトがね、その黒森なんですよね、このエンジン止めてるボルトは、純正のボルトが。まあそれなのに、まあ、写真も黒森っぽいのが載ってたんで、まあ、安心して買ったんですけど、いざ実際ね、商品が来たら、ついてるボルトはステンレスなんですよね。で、ステンレスだと、やっぱりこう、高度的にも黒森に比べるとどうなのよっていう、まあ、エンジンを吊り下げるボルトですからね、そのうちの4本ですから、まあ、気になるし、さらにその熱が入るわけじゃないですか、エンジンの近くのね、まあ、エンジンを吊る下げるボルトですから。で熱が入ると、まあ、ステンレスと、まあ、鉄ですから、電飾の可能性もありますよね。でなんで、まあ、そこも結局黒森のね、同サイズのボルトを手配、しなくてはいけなかったりとか、それとかあと付属のワッシャーがね、とても規定トルクの68ニュートンで締めた日にはですね、こんなものも変形して使い物にならねえっていうような、まあ、ワッシャーが入ってたりね、まあ、そもそもがこのエンジンガードを来た時に、もういろいろなところでこう輸送でもこうプチプチを巻いてこう段ボールに詰めて送ってるだけですから、もうそこら中ぶつけて塗装は剥げまくってるし。で、中はね、パイプの中はね、もうわっさりとサビが、ね、ついてるし、まあそんなもんでした。でもまあ、そういったようなものもね、自分でこう手入れをしてね、サビを取ってね、サビ止めを塗ってね、まあそれからキャップをしてね、で色が、まあ、剥げ落ちたところは、再塗装したりしてね、まあなんとか、装着はできたので、まあこれで、しばらく使ってみようかなと、いうふうに
思います。まあですので今回はね本当に車体も、クソースを下取りに出してね、安く手に入りましたし、カスタムもねほぼほぼアマゾンの激安パーツ、これをね、選んでつけて、自分でつけていきましたので、本当にお金かからずですね、この車両を、入手することができました。まあそういった意味ではね、まあ、大変、満足をしております。でまあ最終的にねそのハンドルの位置とか、まあ、クラッチの、まあ、レバーのね調整とかをまあ昨日ようやっとね全部終えまして、まあ今日テスト走行を経てねはい、これで OK と、いうところまでねようやっと来れました。と、いうことでねはい、こちらのヤマハの MT-03 でございますけれどもはい、今後もね、まあ皆さんのまあ前に登場するというふうに思います。はい、ぜひね、よろしくお願いします。